それでは、始めさせていただきたいと思います。飲酒運転防止 IoT システム及び、自律巡回型農園監視システムについて、ご説明させていただきます。株式会社エフェクトの西岡と申します。よろしくお願いいたします。まずは、飲酒運転防止 IoT システムについて、ご説明させていただきます。本製品ですが、正式には、飲酒運転防止 IoT システム、アルコールシステムという名称となっております。どのような製品かというと、自動車内に設置した IoT システム、この写真のようなシステムですけども、このシステムが飲酒状態を検知して、管理サーバーへアラームを鳴らすというシステムになっています。こちらはですね、運行管理者が、チェックする画面となっておりまして、このようにですね、飲酒運転を検知すると、わかるようなシステムになっております。車内のアルコール濃度を常時モニターして、基準値を超えると運行管理者へアラームを鳴らす。こういうシステムになっております。開発の、背景ですけども、まずはですね、弊社は福岡に非常に強いこだわりを持っている会社となっています。会社の名称であるエフェクトのですね、このアルファベットの一文字一文字には意味がありまして、このうちの一つの F はですね、福岡の F になっています。そしてですね、まず、これはあまり名誉なことではないんですけども、福岡県はですね、飲酒運転が非常に多いということで、知られております。そこで、なんとかですね、飲酒運転の減少に貢献できないかということで、弊社内で、いろいろ案を考えまして、そこで、アルコールシステムというものが生まれました。開発についてはですね、平成28年度、先導的 Ruby ソフトウェア開発支援事業に採択されまして、こちらで資金の一部を援助いただいているという状態になっています。またですね、令和4年の4月からですけども、安全運転管理者によるアルコールチェックが義務化されました。これによってですね、本製品の重要度もより高まったのではないかと考えております。こちらはですね、本システムの構成になっておりますけども、このように、社内に設置したセンサーユニットで、常時、ドライバーのアルコール濃度を取得して、送信します。アルコール濃度だけではなくてですね、車の所在地や時間も同時に、チェックして、送信するというものになっています。常時、データがサーバーに保存されて、取得されたアルコール濃度から、運転者の飲酒状態を、判定するものになっています。管理者は、専用サイトでドライバーのアルコール濃度などが、確認できるものになっています。そして、飲酒運転の、恐れがあると判断された場合は、自動でメールが送信されて、すぐに運行管理者がかかるというものになっています。MLB の仕様についても少し述べさせていただきたいと思います。IoT 製品をですね、この本製品のような IoT 製品ですね、を新規開発する際は、開発当初と最終的に製品化する際のハードウェアが異なる可能性があります。そこで、生産性、移植性が高い、Ruby をもとに、組み込み開発に特化して作成された、Ruby に、着目いたしました。こちらはですね、試作段階のものではあるんですけども、ソフトウェアの構成、になっています。このようにですね、ハード周りの速度に影響を及ぼす部分には、C を適用しましたが、全体の仕組み、制御部分にはですね、MLB を使用しております。MLB、インタープリタで動くということもありまして、試しに、基板に接続して評価するのが、非常に手軽に、行えるという点で、開発の、効率化に、大きなメリットが、あったと考えております。次に、本製品の特徴についてですが、
まずはですね、1点目、息を吹きかけないで、計測できる、というものになっています。まず、一般的なアルコール検知器というのはですね、センサー部分には息を吹きかけて、計測するというものが多いんですけども、本製品は 車内の空気を、計測するので、これが不要となります。2点目、アルコールチェックを意識しなくていいですが、本システムではですね、常時計測ですので、ドライバーは意識して、チェックするという必要がございません。次に、GPS で位置の確認ですね。本システムは GPS によって位置情報も取得しておりまして、検知したアルコール濃度、時刻、位置情報、同時に、サーバーに保存しております。そして、最後、4点目ですけども、専用ウェブサイトでいつでも、確認が可能になっております。専用、ウェブアプリも提供しておりますので、条件が、取得した情報を管理者が常に確認可能となっております。こちらはウェブアプリの画面になっておりますが、このようにですね、車両の位置情報と、それから時刻とかアルコール濃度ですね、そして危険であるとかですね、こういう状態も確認できるようになっております。そしてですね、こちらの特許も、本製品に関連して特許も取得しておりまして、飲酒運転検出装置としての特許ですけども、飲酒運転の、判定部分ですね、特に、その部分に関する、特許を取得しております。続きまして、自律巡回型の運転監視システムについてご説明させていただきます。まず、本製品の概要ですけども、このようにですね、自動巡回ロボット、すなわちドローンとクローラーになるんですけども、これがですね、画像データとか、環境データを収集して、自動解析するというものをやってます。ですね、この製品、どのように、生産者の方が利用するかというと、例えばですね、このような巡回、してる間にですね、病気を見つけた場合ですね、そうすると、早急に対処しなければならないんですけども、このようなアプリの画面からですね、見ることができますので、すぐに、早急に対処するということができると。それからですね、例えばですね、花の、がどのくらい、どの位置に咲いているかというのもわかりますので、このあたりはそろそろ摘果が必要かな、こういう判断にも、用いていただける。それからですね、環境データの一つとして、気温も、取っておりますので、そして場所ごとに、気温もありますので、例えば気温にムラがあるとかですね、そういう状態になれば、農園の、対策に対する、環境に対する対策の、目安ともしていただけると、こういうものになっております。次に開発の背景と、経緯についてですが、まず背景ですね。昨今よく、長らく言われているのことなんですけども、農業人口の減少ですね、それから高齢化ですね、こういうものを背景にして、いちご生産者の協力者の方による発案で、開始しております。で、開発の方針としてはですね、あまり大掛かりなものですね、大掛かりなものというのは、すなわち、例えば自動収穫ロボットとかですね、こういうものはもうすでに、世にあるんですけども、こういう大掛かりなものだとですね、中小規模の農家の方にはですね、非常に導入が難しいということでですね、それよりももう少しですね、安価で手軽に導入できるスマート農業製品がないか、こういう、考え方で、スタートしたものになっております。そして、令和元年度、それから2年度の、先導的ビジネスソフトウェア開発支援事業に、採択されまして、こちらもですね、開発の、資金の一部を、援助いただいております。当初はですね、ドローンを採用して、実際のいちご農園で、実証実験を実施しておりましたが、高設栽培という、タイプの、農園ですね。ではですね、棚のですね、間を飛んで、いちごを撮影しないといけないんですけども、
これがですね、なかなか、制度、事実移行の制度がですね、まあ、十分でなかったということで、本開発についてはですね、クローラーに移行しております。本年10月より、クローラー版の、実証実験を一応のようにて、開始予定としております。こちらはですね、自律巡回システムになっておりますが、まあ、このようなクローラーの、上にですね、ドライダーを乗っておりまして、こちらでですね、周辺の地図と、それから自分の位置ですね、を把握することにより、G2 走行するようなシステムになっております。また、ここにはですね、環境センサーついておりまして、このようにですね、常時、巡回中に、温度とか湿度、照度ですね、それから二酸化炭素濃度を計測するようになっています。また、カメラもついておりまして、このようにですね、まあ、これは事務所の内部のちょっとテスト時の、画像なんですけども、画像を取ってですね、ルール判定に用いるというものになっています。こちらはですね、画像解析部で、AI を使った、ものでですね、まあ、弊社が AI を訓練しているというものですけども、現状ですね、まあ、完熟イチゴとか、未熟イチゴ、そして花、うどんこ病を検出する、システムになっております。まあ、生産者の方からはですね、もっと完熟未熟だけでなくて段階が欲しいというご要望もありまして、今後はですね、それにも取り組んでいきたいと考えております。こちらはですね、データ解析と可視化部になってますけども、環境センサーにより、取得したデータを、自動解析して、可視化するものになっております。例えばですね、まあ、この部分でありますと、位置ごとの、温度をヒートマップ表示するというようなものになっております。こちらではですね、収穫時期の一部は、農園の中にどの位置に、まあ、たくさんあると、こういうものが分かったりとかですね、ムラがどのくらいあるか、これの、度数分布の表示なんですけども、こういうものが分かるようになっています。じゃあですね、実際生産者によってですね、やっぱりいろいろこう見るポイントも違っておりまして、まあ、生産者による見たい情報が異なったりですとか、解析方法などもまあ違うと、まあ、予想されるので、要望に応じて、柔軟、迅速にカスタマイズする必要がある。このような要請からですね、Ruby on Rails を採用する、になっております。今後もですね、まあ、いろいろ、ご要望に応じて柔軟にこう改良していくということも考えられますので、Ruby の発展が生かされるのではないかと、考えております。開発の現状ですけども、現在、まあ、試作の段階ですが、クローラーによる自律走行部はもう完成しておりまして、またですね、AI による、画像解析部についても、先ほど申しましたように、まあ、完熟未熟事故から花、うどんこ病ですね、検出が可能で、となっておりますが、生産者が、まあ、ご要望に応じてですね、もう少し、事故の熟度のですね、段階はもう少し細かくしようとして、AI モデルを拡張する、予定としております。可視化部ですね。各種プロットヒートマップの表示が可能となっておりますが、こちらもですね、生産者の要望に応じてですね、まあ、改良ですね、カスタマイズをしていく予定としております。そして、実証実験についてはですね、本年10月から、実施予定としております。はい、以上、飲酒運転防止 IoT システムと自律巡回型の監視システムについてご説明させていただきました。ありがとうございました。